視力にも成長期がある。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。4ヶ月のハルキくんが可愛くて仕方がないお兄ちゃんのユウトくんです。今回パパとママからこんな質問をいただきました。弱視とはどういう状態のことですか？お答えするのは大原歯科眼科院長の大原先生です。何らかの原因で 1.0 になる前に視力の成長が止まってしまい、眼鏡をかけてもよく見えない状態を弱視と呼びます。生まれてすぐの赤ちゃんは 0.02 程度の視力しかありませんが、通常1歳頃で 0.3 程度、3歳で 0.8 程度、4から6歳頃には 1.0 となり、およそ8歳まで物を見ることを繰り返して発達していきます。物の見え方は人と比較することができないため、子どもは自ら見えないという症状を訴えることはあまりありません。特に片目のみに異常がある場合は良い方の目で見てしまうため、本人も周りの人も気づきにくく、治療が遅れてしまい片目が弱視になってしまうことがよく見受けられます。3歳児検診や就学児検診で気づくことはできますか？短時間の検査で異常を見つけるのは難しく、すり抜けてしまうお子さんも少なくありません。眼科では3歳くらいから視力検査ができますので、3歳を過ぎたらかかりつけの眼科を見つけて、年に一度は眼科で視力検査を受けましょう。視力の成長期を過ぎてから治療を開始しても回復は難しくなるため、できるだけ早く発見して治療することがとても大切です。目つきがおかしいなど気になることがある場合は、年齢に関係なく眼科医にご相談ください。先生ありがとうございます。視力検査に行こうと思います。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。